家族と喧嘩とかしました？お、全くしたことないですね。お、優秀。まあ僕もしたことないんですけど。あ、ないな。うん。うん、日野くんある？ありますよ。お、うちの親父に投げ飛ばされました。そら超えられねえわ。そら超えられねえわ。強えわ。あ、もう本当だから、韓国、まあ、海坊主にやられたのと同じような感じ、ね。かかっ て, どうしてもやっぱあの、多感な時期あるんですよ。はい、クソババアとか言ったりとか、ババアじゃありませんみたいな感じですね。ババアじゃありません。そんなことやっぱりあったんだ。ありました、ありました。そうか。10代の時に。反抗期なかったな。ないですね。おい、ないまま大人になれるんですね。ここにない人が3人もいるんだよ。ないから。むしろ珍しくなっちゃってるから。そう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 。俺は反抗期ないからずっとちっちゃい、なんかちっちゃい反抗ずっとしてんの。もう理由なき反抗を言うとかっこいいけど言うとかっこいいけどちっちゃいもん。反抗、え、釘身をご両親と喧嘩とかしたこと、喧嘩すごいしました。あ、だから血の気の多い兄弟なんですよ。そうかも。いや、うん、我々は正常なんだよ。確かにね、ちゃんと段階を経て大人になっているということで。そうだね、ステップアップしてるな。してるしてる。うん、してるな。壁殴ったりしたでしょ、だって。するね。ドアパターンってやったりね。ドアパターンってやったりする。マジか。壁。壁に当たっちゃダメだってね、僕らちっちゃって言われましたよ、うん、本当に。物を壊したりしたらいけない。そうですね、ねって言って、普通にね。僕なんかちょっとイライラしたらさ、子供の頃さ、うん、あの虫眼鏡でさ、こう黒い子は歩いてる、いっぱい歩いてる人たちにこうやってやり方やり方やり方やりが深いよ。さすがあのカエルのケツに爆竹世代が違いますね。それみんなやってるから。僕ら世代は、そうなんです。ものすごい闇が見えたんですけど、大丈夫ですか今。びっくりした。まあまあ、ひたすらかわいそうな目に遭う。ただただ災難に遭っていくっていうね。本当にあの雪山かなんかで滑るから本当に。ボードにされてね、後継ぎが後継ぎがってやる。あの下りひどくって、ひどかった。ブレーキをかけあと臭いって言われるし、本当にね、かわいそうで、ね、いや、ひどかった。女子がみんな逃げてくっていうのがね、なんだ、もう切ないわ。本当になんかね、本当モノネタのモノなんだよ。そうですね。将軍を使って一ネタっていう。そうそうそう。もうどういじれるかというかね。なんかね、なんかまあかわいそうなんだけどね、面白かったですよ。その積み重ねがあって一国形成編で。はい、ちゃんと決めるっていうね。そうですね、うん、今回ようやくやっと将軍らしい将軍のシーンが来たよっていう、うん、あ、やっぱりちゃんと将軍だったんだなっていうね。やっと分かりました。嘘じゃなかったっていう。本当だよ、影武者だと思ってたもん、ね。まあ、実際もね、まあまあさださだがね、実権を持ってたんですけれども、うんうん、でも最後の最後でね、うん、ちゃんと将軍として独り立ちしましたし、うん、バシッと決めましたしね。これからが楽しみなキャラですよ。はい、多分ね。新八がアニメ銀魂全話まとめて一言で突っ込んだ。結局立木さん歌ってくれなかったじゃないですか。おー、アニプレックスさんどうなんだよ。歌ってくれるかなと思ってるんですけどね。なんかマダオの歌を原作で登場させて、うん、だから矢が王にも、だからむしろこれは歌う環境を作る、ソラシ先生にお願いする。外堀から埋めていこう、うん、もう歌わざるを得ない状況に。そう、マダオの歌っていうね。で、マダオ、マダオだけど歌うとメッサかっこいい。いや、歌うと多分大変なことになりますよ。惚れるね。みんな立木さんの歌唱力をご存知ですか。やばいですよ。知らない人はね、ぜひ聞いていただきたい。そう、昔カラオケ屋ですごいうまく歌ってる横で、うん、あのお店の人が、あら、歌上手ね、あの住職さんって。で、ケンユーさんが言ってたっていう、ね。またケンユーさんが、怪しいな、ケンユーさんだとな。あの住職さん、歌うまいねっていうね。うん、まあ、さもありなん、うん。実際、うまいもの。シャレになんないぐらいうまいですからね。うん、ぜひぜひ、次、銀魂があったらね、うん、セカンドシーズンは。そう、本編でマダオが歌う。本編で歌う。そう。っていうのを、まず、ソラ先生を、たきつけて。本編で歌うなら石田さんと同じで逃げ場はないはずなんで、ね、そうそこをね、うん、あの歌まだを立てるような人じゃないと思う。違いますね、そこは本人です。本人です。これたまんねえな、おい。みんなそらしさんに、はい、嘆願書を、そうです、歌わせろ。マダオの歌、マダオの歌を。
ジョジョのセリフです。どうすればいい？なあ、無限に膝カックンしてもいい？何も言わずにスピードワゴンはクールに去るぜ。なるほど。膝カックンしようとした瞬間に、さっと去る。クールに去るからね。クール、クールじゃないんだけどね、全然あれ。去り方。大声でしたからね。大声でしたけど。かなり大声で主張激しかったですけれども。あ、これはでもね、追いかけられない。もう。これね、このセリフは万能ですから。何があっても、クールに去れば大丈夫です。対処できる。じゃあ、小野くん。あ、これはすごい。いや、実証されましたよ、すでに。はい、じゃあ続きましてはこちらのシチュエーション。なあ、俺と付き合ってくれよ。出た。さあ、まあこれに対してもクールにさらじゃ完璧ですけどもね。そうですね、これじゃなくてもできるんですよ。これじゃなくてもできるっていうところを見せてやる。はい、はい、こちらできそうですか。じゃあ僕セリフ読みますよ。なあ、俺と付き合ってくれよ。ジョセフ・ジョースター、貴様見ているな。俺以外にお前を見てるやつが怖ってなるよね。まあ大体大丈夫です。これは怖くなっちゃう。怖くなるもん。怖くなっちゃって諦めてくれます。この女俺だけじゃないのか見てるのはってなりますからね。急にね、虚空を見つめながら言いますからね。怖くなりますからね。はい、次のシチュエーションです。はい、なあ、ただで仕事してくれない？これも最悪ですね。断りづらいですよ。やっぱ仕事のつながりとかでね、そういうこともあるでしょうよ。それに対するジョジョのセリフはこちらです。はい、おー、これはもう完璧ですね。本当ですか？じゃあ振りますよ。なあ、ただで仕事してくれない？何をするだ！それは確かにそう返された。ごめんなさい。何をするだ！ごめんなさい、ごめんなさいってなる、なる、なる。あのテンションですもんね。だって。そのセリフで。あのテンション。あのテンションですから。急にそうなったな、だって。引くしかないもん、そんなの。うんってなる。うん。ごめんなさいって。あ、じゃあ行きましたよ。じゃあ続きましてこちらですよ。はい。なあ、この後は飲みに行かない？ああ。これは、まあね。そうですよ、断りづらいシチュエーション。ちょっと体調が悪かったりとかね、仕事で忙しかった時とかね、やっぱり断りにくいですけれどもね。はい、じゃあ、こちらのセリフでお返ししましょう。はい。はい。いいですか？はい。なあ、この後飲みに行かない？ワムああ、うん、うん、そうか。なんだろう。ヨガにでも行くのかなってなるね。さすがに、さすがにワムしかもあの格好ですからね。そうですよ。布を腰に巻いただけですから。柱の男は布一丁ですからね。そう返されたら、ごめんごめんごめん。また今度ねってなります。なりますよね。もう大丈夫かな、このコーラ。続いてのシチュエーションですよ。はい。なあ、デートぐらいいいだろ？ああ、これね。これまた女子は困りますね。こんなこと言われちゃったらね、急にね。はい。それに対するですね、ジョジョのセリフ。はっきりしてますね、これはね。これ完璧だと思いますよ、はい。なあ、デートぐらいいいだろ？だが断る！完璧！完璧ですよ。何がだがだかわかりませんけど。まあ、検索もそうでしたから。どうですか、中村くんの方は。僕の方ですか。うん、そうですね、なんか一回マネージャーから一度お話をもらった時にスケジュールが合わなかったんですよ。うん、それで断ったって言われて、まあ何の役か知らないんですけど、あの銀魂のお話もらったけど断ったよって言ってて、あ、そうなんですか、はいって言ってたんですけど、それで最終的にそのスケジュールが空いたんで、入れましたって言われた時に、やっぱり長くやってる作品じゃないですか。まあね、だからどういうこうグループ感、グルーヴ感なんていうの、かっこいいな、現場が仕上がってる、そう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 、現場のね空気が、例えばほら、あの簡単なところが言うと座る位置とかもあるじゃないですか、長寿番組で。そういうのを含めどんな空気でやってるんだろうと思って行ったら、いや普通でしたね。なんか空気とかないね。ないね。意外とドライな空気でびっくりした。
意外とドライだったね、うん、そんなにわちゃわちゃしてないわちゃわちゃしてなかったですね、うん、そうだね、そんな悪ふざけ悪目立ちしないかなってそう、作品のテイストに反しておとなしい現場でびっくりしたのね、うん、そんなにねわちゃわちゃしないし、うん、休憩時間とかも短いじゃん、短いですね、うん、スピーディーにね撮っていくから、そうそう、バンバンっていくから、そうそうそう、あんまりこうわちゃわちゃしてお菓子食べたりなんかとか、そういう現場ではないからね、そうなんですよね、うん、穏やかで優しい人が、中井さんもそうだし石田さんとかもそうだし雪野さんとかもそうなんですけど、まあそうだね、基本物静かな人が多いので、うんうんうん、でも優しいんですよみんな、そうだね、そうそう、うん、受け入れ体制は整ってるよっていう、ゲストには慣れたもんだぜっていう状態だったからそうだね、うん、だから不安はなんか全然現場いてなくなりましたね、やりやすかったです、うんうん、おーよかったよかった、うん、まあ僕らもおとなしい、おとなしい組なのでねまあ確かに、うんうんうん、まあよろずやがね大体並んでたりする、うん、あ、そうですね、あとはまあ本当にバラバラな並び順だから、うんうん、特にね金玉編はそんなにまあレギュラーが大量に押し寄せるっていう現場でも、ね、うん、確かに玉が一番喋るかなぐらいで、そうだね、うん、新選組がいるわけでもなかったしね、そう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 、確かに、うん、ね、鈴村くんとかがいるとまたそれはそれで空気が違ったりするんだけどね、うん、なるほどね、確かに新選組一度も出なかったですもんね、そうそうそう、うん、出てないからね、そうそう、でも優しい人たちに支えられて現場が出来上がっているのでね、うんうん、だからせめていきなり来るゲストさんにちゃんと違和感なくというか、うん、余計な緊張感なく入っていけるようなのはやります、うん、聞かれた時にちゃんと真っ先に答えるようにするし、そうだからいい現場だなと思いましたよ、よかった、本当にありがたい、本当にね、うん、クソみたいな現場って言われると本当に二度と来れよ二度と来れよバカ野郎って言われる逆にそんなアニメあんのかないな、続きまして愛知県沖田総合ラブさんですね、将軍がアニメに出ると必ず下ネタに発展する、あるある、いやしょうがないね、将軍ですもの。でもね、ただ将軍いい人だからね、基本線は悪人ではないですからね、うん、むしろ超いい人ですから、超いい人だよ、うん、超いい人なのにかかわらず だってね、トラブルには巻き込まれやすいっていうね、だからね、いいことしますよ将軍は、ちゃんと町のことを考えてて、ね、いい政治をやろうとするし、庶民はどんなところで髪を切っているのでしょうか、そう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 、みたいなことをやってみたり ねちゃんと目安箱に来た相談事をね、ちゃんと、うん、ね、前向きに検討するじゃないですか、メダカちゃんと一緒に、お、ね、それは中の人が一緒ってだけだね、あれ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 、バスケットとかしちゃう、あれ将軍バスケ得意なんだろ、将軍バスケ得意じゃない、あれあれ将軍スキーはやってたけどバスケはやってた記憶がない、おかしいな俺の記憶違いなのか多分声が一緒、うん、残念、はい、しかもね、あなたのところの人です、あるある、杉田君苦手なものある、苦手なものだらけですよ、まあまあまあな、うん、逆に弱点とかできないことだらけだったからできることを伸ばしたんです、おー、うん、いいっすね、平均化するよりはね、一番ダメなのはあれじゃないですか、歌って踊れじゃないですかそれはダメだ、俺もダメだ、本当に体ってこんなに動かないんだって、動かないね、でなんでできる人って最初からできるんだろうっていうセンス、うん、それに加えて努力もちゃんとするんですよ、そう、うん、天才って俺努力の仕方が早く思いつく人だと思ってるんで、うん、あ、いいことだね、なので、いや、 やっぱり叶わないな、やっぱできる人がやればいいんじゃないかななんて思うね、うん、思う、エンディングでキャラが踊ってるから君踊んなさいなって言われて1ヶ月半の特訓ですかって言って、横にいる小野大輔さんはすごい上手だから、もう大体作品が読めてきてるじゃねえか、うん、やっぱりダンスの先生って言うんですよね、君やる気あんなって言われるよな、言います、本当にあれ、ね、あれ、うん、ないよって言うよ、やる気はないですって言って、で心の中でね、うん、そう、私もモノローグでモノローグでやりましたけどねだんだん声優業じゃなくなってきてるってことだよ、だんだんやることが増えてきちゃってね、確かに、ね、それはね、坂口さんはメガネっ子好きと聞きましたが、それはないからな、捏造はやめなさい、おっと捏造じゃな、マジでか、おい、マジで来ちゃった、あああああ、はい、坂口さんは、はい、メガネっ子好きだと聞きましたが、聞きましたか、メガネっ子、銀魂によくるメガネっ子ということで、うん、やっぱり、さっちゃんのことって好きですか？ あのメス豚加減がたまらないですよね。あのさ、ラジオ番組でメス豚って単語は普通に出てこないよな。ランプフェスタの銀魂ステージでは、小林優さんがメス豚ですと発言した時には、爆笑しました。ゆうちゃんはね、メス豚の意味がどうもよく分かってなかったみたいだよ。そうですよね、うん。豚肉が大好きなんですってよく分かんないことそうだって言う。アニメ雑誌を見てたら、メス豚って呼ばれることについてどうですかに対して、よく意味は分かんないんですけど、豚さんは大好きです。豚肉はもっと好きです。みたいな。ひどい。発言が残ってて。見て可愛い。食べて美味しいって品種を買いますよ、本当に。そうじゃなくて。メガネっ子好きっていう割に、うん、僕はそうじゃないなと思うんですよ、坂口さんは。あ、マジでか。うん。きっとなんか好きなイメージの女の子がいて、
それがさらにメガネをかけた時に魅力が倍増するってことですか。基本僕ほら図書委員が好きだから、ええ、図書委員ってほら二次元の世界では大概メガネかけてたりすんじゃん。そうです。メガネっていうよりはもっとその細かいシチュエーション。そうそうそう。カチキなメガネとか全然燃えないもん。ほらそれだ。そうですよね。絶対そうだと思いました。そうでしょ、うん、ほら。でもまあまあまあ大概メガネっ子ということなんですよ。小手川さんは好きでしょ。あれでもしメガネかけたら、うん、かけてたら ね、そうだね、怒るんだけど、なんだとって反抗するとごめんなさいって言ったら僕最高なんですけどね。僕怒んねえもん。あーまああとは CV かな。CV 言うな。高橋さんがこだわるね。CV とか言わないの。だってその声だったら大体メガネなくたって好きじゃないですか。イメージですかね。ふとしたそのなんだろうアクセサリーの配置とか、普通の人が真似したらただゴテゴテしてるだけになるのに、桜ちゃんだと一貫して何かまとまってるんですよ。美的センスですよ。なんかすごい褒めてくれるんですね。褒められてますよ。本当ですね。真似できないんですよ。だからそれって、だからいつも見てそういう組み合わせになるんだと思って。セイントビーストの時にもう大変だねどんどん。ネックレスのチャームみたいなものがいっぱいついてる時があって。それこそチェーンも 2,3 本ついてて、でもすごいまとまってた時があったんですよ。うん、それ今すごい久しぶりに思い出した。よかった、思い出す思い出すもんだね。
でもなんか一貫してバラバラに見えるんだけど、実はまとまってるっていう、モチーフにもちゃんと統一性があってっていう。あ、この人のレベルはやっぱ群を抜いてるなと思って。そう見られてました。うん、おしゃれレベル。セイントピストン。もうメール読まなくていいんじゃないですか、ね、プロファイルで終わるから、うん。おしゃれレベルが群を抜いてるなっていう。いやいやいや、そう、ありがとう。いやいやいや。次行きましょう。なんか今度あげるね、なんかね。あれ一回欲しい欲しいって言い続けたら、ベストくれたことがあって。ベスト坂井さんのベスト超かっこいいですって言ってたら、それくれたことがあげるよ。今でも宝物ですから。よかった。ほんとかっこいいっすよ。わかったよ。ほんとかっこいい。またあげるから、なんか欲しいなと教えて。ありがとうございます。